円なり。ちなみにこれは限定豆腐のスープカレー。ちょっとお店の名前などは書いてないんですか。書いてないんですよ。今この情報でピンとくるお店ありますか。いや、わかんないです。豆腐カレーに俺豆腐は求めないんで。あ、何を求められるんですか。え、僕ね、トラコイのやつを食べたいんですよ、スープカレーね。トラコイゴロン、いや、でも1個でいいですけどね、はい、北海道の人にね、ちょっとどっか美味しいスープカレーのお店ありませんか言ったらね、変化球をね、紹介してくるんですよ。だから北海道の人もスープカレーちょっと走ってあるんですよね。だから2週目、3週目入ってるから、そういう変わったお店を紹介してくるんですけど、やっぱりこっちのね、大阪とか東京から行くと、やっぱりオーソドックスなやつを食べたいわけです。ってなったら、やっぱり自分で探す方がいいん で僕が今気に入ってるのは、その由仁町という場所にね、ファームヤードっていう、スープカレー屋さんがあって、まあ、スープカレーだけじゃないんですけど、で、もう言ったら、農家なんです。畑の真ん中にポツンと道があってね。あ、いいですね。で、どこで食べるスープカレーの食材って、もう目の前の畑で取れたのがほとんどなんですよ。食材のほとんどは。だからもうそのね、畑を見ながらそのスープカレーを食べる。なんかその、なんか、牛を見ながら肉食べるみたいなね。そう、目の前は、なんか、目の前に裸の女性がいてるのにエロ本読むんですよ。そんな感じの感覚と気持ちよくて非常に分かりやすいですね。カームヤードを教える、ありがとうございます。この後も引き続き松さんにお付き合いいただきます。よろしくお願いします。Thank you.
1番線に各駅停車日吉行きが6両編成で到着します。ドアから離れてお待ちください。1番線は各駅停車日吉行きです。